アリソン・ローマンはアメリカ合衆国カリフォルニア州パームスプリングス生まれの女優、声優。1979年カリフォルニア州パームスプリングスにパン屋を経営する母親と建築家の父親の間に生まれる。特に業界とはつながりがなかったのだが、ローマンが9歳の時にサウンド・オブ・ミュージックの舞台へ出演。そのわずか2年後に出演したミュージカル舞台。 アニーの演技が評価されて、賞を受賞する。高校を卒業後、本格的に女優を目指して、ロサンゼルスへ移るのだが、その後数年は、多くの B 級映画や低予算の SF 映画、テレビ番組や子供向け映画に出演。目がなかなか出ない日々を送る。しかし2002年に、ミシェル・ファイファー、レニーゼル・ウィガーらと共演した、ホワイト・オランダーで、初主演を果たす。 工業的には失敗に終わったのだが、ローマンの演技が批評家たちから高い評価を得、翌年にはリドリー・スコット監督、ニコラス・ケイジ、サム・ロックウェル出演の犯罪コメディ、マッチスティック・メンで、ニコラス・ケイジの娘役に大抜擢され、14歳の少女を演じた。2003年には、ティム・バートン監督のビッグ・フィッシュで、ジェシカ・ラングの若い頃を演じたほか、 様々な映画に顔を見せている。声優として参加した宮崎駿監督の日本アニメ、風の谷のナウシカでは、英語版の吹き替えで、主人公のナウシカの声を担当した。2009年に映画監督のマーク、ネベルダインと結婚した。2010年に息子が生まれている。ありがとうございます。